バイおはようございます。こへです、えー。昨日のね、夕方。 え嫁を僕の嫁を飛行場までねあのー、送ったんですよ。まあ、ある場所に行きたいっていうことでご家族まあ、家族がね、えー、南米に今住んでるっていうことで、まあ、元気なうちに、えー、まあ会える時に会いたいっていうことで、まあ、ちょっとねあのー、2週間ほど休み取れたみたいなんですよねまあ、会社、まあ、勤めてるんですけど、まあ、休み取れたっていうかまあ えーまあ、多少場所が離れても、リモートワークでもね、結構多くのことできるみたいなんで、まあ、パソコンとかね、えー、携帯とかがあれば、まあ、その辺いいなと思って、で、事務所、会社とかにも、ね、そんな絶対いないといけないっていうわけではなかったみたいなんで、えー、ちょっと送ってきたとこなんですよ。で、まあ僕ね、またちょっと一、えー、人で、まあ2週間ほどね <laughs>、まあ過ごすわけです、一人で。はい、はいえー。でね、まあ今日は、まあ今まで行って なかったことちょっとまとまるまであんまり言いたくなかったなっていうまあ家のことなんですけれどもあまあ昨日ね、えー、ちょっといろいろ嫁と話したんですよねまあ分かったこともあって、えー、それをね、まあ、一つちょっと言おうかなと思ってますはいあのー、すごい渋滞だったんですよ大渋滞でもう1時間以上進まなくて、まあ、お互い喋ることがいっぱいあっていつもねそのそんなふだん あんまり喋る時間も少ないんですよね。一緒に住んでるとはいえ、やっぱ二人とも仕事してるし、二人でやってる仕事とかもあるんですよね。で、一応この物件、まあ今お貸ししている物件、まあちょっと今問題があるんですけども、それに関してはね、嫁がちょっと窓口になってって、僕はあんまり間に入らないようにあえてしてるんですよね。まあこれは僕らの、まあ、夫婦関係のことなんですけれども、お互いがちょっとバーッと意見が入り混じって、 えね、喧嘩になることとかもあるんでもう任したりとかして例えばこの仕事は僕がやるとか、まあ、2人でやってる仕事とかも、えー、あるんで、ね、それはちょっと入られたら余計ややこしくなれてこれはもう俺に任してくれみたいな感じでねやっててでただ家はね、えー、嫁に多く任しててで状況はねただ僕は嫁からいつも聞いてるっていうだけなんですよ。 うんまあ、報告しなければ、ね、ならないことは絶対するけどとかいう感じで、で昨日はちょっと、うん、運転も長かったんで、いろいろ話せることも、えー、多かったんですよね。でね、まあ、ちょっと、うん、今のこの現状、お話しし,しようかなと思ったんです。うんまあ、まずですね、えーまあ、ちょっと見てない方のために言うと、まあ、お貸ししている物件、まあ、家があるんですけれども、まあ、そ,れにそれがね、水漏れが、えー、起こったわけですよ。で 今現在においても、えー、まだ修理を始められていないという、えー、状況なんです。で、そのね、ことについて、えー、言いたいと思うんですよね。いや、何やってるんだと、まあ思われてる方もいるかもしれません。うん。まあこれがね、したくてもちょっとできない、させてもらえないっていうことがちょっとあって、そこが一番の、えー、今、大きな悩みなんですよね。進んでない。 うん、まあ、それが、まあ、ちょっといろいろ分かったこともあって言いたいなと。で、まずですね、水漏れ、ちょっと僕も全部把握してなかったんですけど、まあ、水漏れは確かにトイレの、トイレのね、水漏れがあって、えー、それでね、まあ、天井とかばーっと水がもう染みているっていう状態なんですよね。で、いろいろ聞いたら、なんかその下水管とかが破裂とかそういうわけではないみたいなんですよ。ちょっと僕そういう認識であったんですけれども、それというよりは、なんかトイレ側の、 まあ上というかちょっと僕も全部把握してるわけじゃないんですけれども、そっちの方みたいなんですよね、まあでも被害的には、やっぱりね、それなりに大きい工事になるんで、小さくはもちろんないんですよね。で、えー、まあ修理なんまあ、できてないっていうことなんですけれども、まあ、大きな理由っていうのが、えー、今入っているまあ住人の方、お貸ししているまあテナントさんが、ちょっとね動、動 いいいいてくれななと言いますかそういう状況なんですよねでこの問題が非常にややこしくてちょっと最初から説明していくと、まあ、僕らもねもちろん、えー、ってておいいるわけでではないですよもういち早くそういうことが分かった時点で、えー、自分のできること、えー、保険会社なり、えー、管理組合まあ栄町へと呼ばれるものですねそういう家の管理するところとか、えー、修理会社、えーまあ、全部すぐ動いてたんですよね。 で、まあ、そのテナントさん、入ってる住人の方も、まあ、保険あるんですよね、まあ、それがじゃあ、まあ、こういう水漏れがあったんでえ、保険を申請してで、それが一応通ったということで、まあ、お金もまあそれなりに、えーまあ、入ってるみたいなんですよ。で、まあ、それが分かった時点で、まあ、修理会社、じゃあ、何日ね、ね先月の何日に修理に行くんで、そ,それまでに一応、荷造りというか、準備してくださいと、えー、言ってはあったんですよ。 何日にと。で、まあ、できることとしてはそ、荷物なり運ぶ、そういうのも、えーまあ、準備してあったりも、えー、してたんですよ。うん、でただ、えー、荷造りは自分でやらないと、まあ、当然ダメということと、えー、行く場所、その泊まる場所ですね、まあ、ホテルなり、えー、そういうところは、えー、自分のまあ、行きたいところというか、自分で探して、それは、えー、やらないといけなかったんですね。で えー、いついつまでにじゃあ行きますんでと、まあ、決まっててはい分かりました、えー、私たちも移動するってことになってたみたいなんですけれどもいざ修理会社がピャっと入ろうとした時に、えー、まだ見つかってないって言ってたんですよで、まあ、その、まあ、期日一応決まってたみたいでみんなそれで動いてたんですよねマネジメント会社もこの日で動くっていうのでいやいや動けないとか言われてたみたいで その理由が、えー、行きたいそのホテルなりその場所がなんかいいところがないと言いますかそういう風な言い方をされてるみたいなんですよねなんかそのまあもっといいところをそれなりのまあ大きい場所に行きたいとかなんかそういうことも言われてたのかなちょっとその辺の細かいところはわかりませんけれども自分の目いところが見つからないから行かないあの行けない 言ってたみたみいで,で一応まあルールではそういう風に動くってなってたんでいやもう期日も遅れてるし何回もじゃあいつ動けるんですかってその修理会社とかマネジメント会社もずっと言ってたんですよ間に入ってるねマネージ言ってたんですよねマネジメント会社もでその修理会社とかも全部手配してあったのがいやもう結構ですとそのトラックなり準備してたんですけれどもそれも結構ですと拒否します拒否されたらしいんですよ でこういったパターンも、こういったパターン、初めて,てまあ修理会社も言ってて、だ拒否されたからもう動きようがないと、まあ、そこも、まあ、それなりに大きい会社で、それなりに時間とか、まあ、人員、まあ、人とかも準備してみたいで、うん、そういうふうに言われてしまったと、拒否されたと。で、次にやったことが、えーまあ、僕と住人の間にマネジメント会社が入ってますから、まあ、そこに僕,は僕らは、まあ、一任しているわけです。でそのマネジメント会社も いやいや、それは困ると。それなりのまあお金も、少なくはないと思うんですよね。お金も入って、それはホテルとか行くために、とか、移動費とか、そういうのもあるために、それなりのお金あって、もらったわけやから、それはちゃんと移動してもらわないと困りますっていうのを言ってたらしいんですけれども、いやいや、ない、ない、あの、行く場所がない。ずっとそればっかりなんですよ、行く場所がないって。で、じゃあ、ホテルが行かんのかなとかいうことで、 で結局、その、まあ、マネジメント会社もそれなりの、まあ、物件、まあ、家とか、えー、そういうの持ってるでしょうから、まあ、行ったらしいんですよね、じゃあ、この家用意するからと、えー、これそれなりの家、まあ、普通はここまでしないらしいんですよね。で、えー、その家も用意するから出てってくれと。まあ、僕らも マネジメント会社にも一任してたっていうこともあって、もういつ出れるんやっていうのを僕が直接その喋れないんで、テナトさんと間に中に入れているんで、マネジメント会社にちょっと行ってたっていうのもあって、もうそこまですることになったんですね。家を用意すると。で、そこに行ってくれと言ったら、それも何かちょっとなんかいろいろ言われて拒否されたらしいんですよ。だからもう手の打ちようがちょっと今なくなっている状態がずっと続いているんですよね。 で、まあ、水漏れ自体は、どうやら、ちょっと僕も、まあ、昨日、まあ、嫁とからも、嫁からも聞いたんですけど、その、何日も起きてたっていうよりは、水漏れ自体は、えー、そのすぐ、まあ、一晩だけだったのかな、その、寝てる間だけだったみたいで、一応、止まってることは止まってるみたいなんですけど、でも、それなりのやっぱ、ダメージ、濡れてたわけですから、それなりに、ね、やっぱ、あの、写真で見た通り、あったわけなんで、ほっといたら、多分 ダ,ダメージとかも蓄積するでしょうし、その準備してるわけですから修理会社も今も待ってる状態なんですよね。で、マネジメント会社、その行ってるんですけど、その不動産エージェントに行ってるんですけど、もう全く動こうとしないというのを強く言ってるのと、そのお金をとにかくもらってるのを使うのが嫌というか、そういうふうに感じられるみたいな、それを使おうとしないからもう動けないと。 キープしたままになってる。で、いおうとするらしいんですよね、その家に。動く、動く気配がないっていうんですよ。それはエージェントも言ってるし、修理会社も言ってるんですよ。全然その荷造りするような、そういう風な状況じゃないと。まあなんか見に行ってる、修理会社はね、その見に行ってて、見に行ってるみたいなんですけど、何回か。そういうのを感じられないって言ってて、で、今困っているという状況なんですよね。動きたくても動けない。分かってるのは、 えー、ずっとそのまま、なんか、いようとするというか、そういうふうにしか感じられないと、その家に。で、僕としては、ほっといたらダメージ、どんどんひどくなると思うし、ね、そのために、すべて動いていたわけですから、その保険とかも。で、もちろんね、行ってる、ね、出ている間は、えー、僕の家のはね、その家賃も、保険会社に、ま、ちゃんとそのルールとかも聞いて、えー、払わなくていいからと、それも言ってます。 で一つちょっと気になってるところがねあるんですよ今一つこれが理由なのかそれはわかりませんけれども多分ここでちょっと揉めてる感じそれで動けないのかなと出たくないのかなというのがちょっと気になってる点が一つあって、まあ、それは何かっていうと、まあ、修理会社がね全部屋の写真を、えー、撮ってるんですよね。 あのまあそれちゃんとね本当にダメージがあるかっていうのをまあチェックして、まあ、それなりの金額が保険会社から降りるわけですからそういうのもいろいろやりとりあるわけで,でそれ僕たちにも見れるんですよねその写真でその中にちょっと動画過去の動画見れられてない方のために言うと犬がね映、えー、ってたんですよ、うん、犬はちょっと僕らの 契約の中ででは入ってないんですよね犬を、まあ、買ってもいいとか、えー、買ったらダメという契約もそれも入ってないんですけど、犬に関しては全く触れてないんですよ。で、そんな中、えー、一応ね、3年前に、えー、犬を持ってるということが発覚したんですよね。まずここからなんですけど、始まりは。まあ、なんで発覚あのしたかっていうと、 その管理組合から、HOA と呼ばれる管理組合から、警告書みたい警告が来たんですよね、オーナーの僕たちに。飼っている犬が、迷惑をかけていると、あの、住人に。周りの住人が困ってたらしいんですよ。何か迷惑をかけてたんですよね。で、それはダメだ、あの、これはもうすぐやめさせろ、的な感じで来て、そこで初めて犬を持ってるということに気づいたんですよね。で、その3年前、 に、えー、一応まあ、契約書には入ってなかったけれども犬を飼ってはいいとは言ってないっていうのをちょっと強めにはその時は言ったんですよいやちょっとやっぱり許されることでは僕はないと思ったんででそしたらねあははっていう感じでまあまあ落ち着いてよみたいな感じのなんかメッセージが来たようで、えー、これはちょっと他人から預かってるだけだから一時的に預かってるだけだからっていうのでなんかハハって感じで来たんですよ で、その後に、ちなみに、買うとしたらいくらになる毎月いくらになれて、向こうから一応聞いてきて、で、その時にはしっかり、え文面では、えー、伝えたんですよね。メールで、えー、まあ、ちゃんと犬を飼うなら、まあ、保険なり、えー、毎月これぐらい払ってくださいっていうのを言ったんですよね。まあ、それも、まあ、言いたくなかったですけども、言ってあげたんですよね、3年前に。で、そしたらそれに関しては、まぁ、あ、音信不通というか、えー、返信が止まったんですよ。で、 で、今にかけて、じゃあ実はもうずっと買ってたのかなという判断に今僕はなっちゃってて。で、犬がいるから、ひょっとしたらホテルとかが拒否してるのか分かりませんし、それはもう全然分かりません。ただ僕はふと思っただけなんですけれども、そういうのもなんか引っかかってるところがあるのかなと思ったんですよね。そのマネージメント会社も家を一軒貸してあげると。 まあ言ってるそれななりいいいとこみたいなんですよそれも何か理由をつけてちょっと断ったみたいで、うん、で、やっぱりかいろんな人に聞いたんですけど、やっぱ犬を隠れて買うっていうのは、結構、やっぱちょっといけないことというか、罪的なことで、契約書には入ってなかったとしても、その文面で伝えてあれば、結構、それなりにやっぱ効力はあるらしいんですよね、詳しい人に聞いたら。で、今、犬に関してはね、一切僕も行ってないんですよ、ここまで。 言ってはないんですけど、まあ、その辺も引っかかってるのかなと思って、でね、なんで修理しないんだって、いろいろ思われてる方もいたと思うんですけれども、それが理由で、えー、やりたくてもできないという、えー、非常に、えー、ちょっと苦しいパターンになってるんですよね。水漏れ自体は起きたことは、えーまあ、事実で、まあ、それなりに、まあ、大変でなことだったんで、それもあったからちょっと言いたくなかったんですけれどでも、ちょっとここまで来たら、うん、もう、 ちょっといようとするっていう状況、ちょっと動こうとしてるっていうのが見えない、全く、誰も見えないという状況で、今、ここがね、一番二人にとって悩んでるとこで、うん、困ってるんです。で、今の段階でできることは、えー、一応弁護士さん、えー、そのマネジメント会社が、もうここまでのパターンはもう過去にもちょっとあんまない、ね、いろ長いことやってるけど、あんまないって言ってて、だから今、弁護士をね、 そのマネージメント会社もエージェントも持ってるみたいなんでその人にね今ちょっと相談というかそういう段階に今入っているとこですはい、えー、非常にね、えー、ちょっと厳しいパターンになってるというちょっと今の僕の現状を今日はお話ししました